フライデーあるいは太平洋の名会はフランスの作家ミシェル・トゥルニエによる1967年の小説ダニエル・デ・ォーのロビンソン・クルーソーを再構築した作品である1967年のアカデミー・フランセーズ・グランプリを受賞した1971年トゥルニエはバンドルディ・ウラビソバージュというタイトルで若い読者向けに書き直した18世紀 ナンパ船バージニア号のただ一人の生存者、ロビンソン・クルーソーは、もう一匹の生存者である犬の天と共に、無人島へ降り立つ。ロビンソンは、現実から逃避し、脱出号と名付けた船を製作し、島から脱出しようと心を見るが、船が大きく重すぎたので海まで運ぶことが、できないという失敗により頓挫する。 脱出という希望を打ち砕かれたロビンソンは無気力となり、泥と自らの糞便の中で這いずり回る存在にまで下ろしてしまう。なんとか泥から這い上がったロビンソンは、この島をスペランザと名付ける。島を探検し、畑を作り、牧畜を行い、魚の養殖をも行う。さらには、法律、土壌法を定める。そして簡素な水時計を作ることでこの島に、 時間を導入し、この混沌たる島に秩序をもたらそうと奮闘する。一方でロビンソンは時に時計を止め、剣をした泥つかりに類似した島の洞窟の中の、くぼみの中で、疑似的に母の体内に戻る。その行為の末に彼は、自分が一人の自立した男であることを自覚して、立ち上がる。その次に彼は、動植物のセックスに興味を持つ。さらに最後に彼は、 このスペランザとそのものとの混合を行い、娘たちを設ける。努力の末にロビンソンは、スペランザにある程度の文明を築くことに成功する。しかしそれは、極めて不安定な空中老格であり、所詮は文明ごっこでしかなかった。この状況に現れるのが、本作の実質的な主人公フライデーである。フライデーとロビンソンフライデーはロビンソンに命を、 救われる。その日が金曜日だったので、フライデーとロビンソンが名付け、自らの従者、あるいは奴隷とした。しかしフライデーは主人であるロビンソンに対して、表面上は従うものの決してロビンソンに対して、屈服したわけではなかった。ロビンソンが構築した秩序は、フライデーによって次々と壊されていく。 ロビンソンが育てた稲田は日上がり、ロビンソンの妻たるスペランザ島を寝取り、そして最後はロビンソンに隠れて、タバコを吸っていたところ、その日が火薬に引火して、ロビンソンが文明の象徴としていた彼の住居、礼拝堂、暦をコッパミジンに吹き飛ばしてしまう。しかしこのことで逆に、ロビンソンは自らが構築してきた秩序、文明の戒しめから解放される。フライデーは、 奴隷ではなく、この島における友人であり、先達であり、死ですらあった。その後、思いがけないことにホワイトバード号というイギリス船が、スペランザ島を訪れる。これで本国に帰還できることになった、ロビンソンだが、本国に帰還しても、この島で、フライデーと共に過ごすような幸せを得ることはできないと、考えたロビンソンは、島に残ることを決意する。 ところがフライデーはロビンソンを裏切ってイギリス戦に乗り込んでしまう。絶望するロビンソンであったが、そこにホワイトバード号から脱走してきた少年が現れ、ロビンソンは彼をサーズデーと名付けて共に島で暮らす。原作、ロビンソン・クルーソーでは1659年にロビンソンが無人島に漂着する設定である。これに対して本作では物語の開始は、 原作から100年ずらした1759年になっている。また原作での舞台は大西洋のカリブの無人島であったが本作ではチリ沖の太平洋の無人島になっている。池澤夏樹はこの小説を現代世界の十大小説と述べている。1981年にフランスでテレビ映画バンドルディ・ウラビソバージュが作られた。ロビンソン役をマイケル・ヨーク。 フライデー役を、ジーン・アンソニー・レイが務めている。池澤夏樹、現代世界の10大小説 NHK 出版、2014年12月。ISBN 978から4から14から088450から8。ありがとうございます。